コウモリバレー新国立劇場で、バラバラ、そういえば文学の本もらいましたね。この EU 事情にも精通しないといけないなという、久保京子さん、久保京子さんって言いました。上智大学の久保なんとかさん、理工学部の久保なんとか、あの人は優秀だった割にはパッとせず、優秀な女性でもあまり芸能界では成功しないというのが悲しい。テレビ朝日にいい人材はいないかなと思った。あの女性アナウンサーの慶応系の理工学の方がいらっしゃったんですけど、と結婚されてもうあまりやる気がない、一線から退いて主婦業に忙しい、仕事ができないということですね。仕事を思い切ってできないということで残念な感じですね。やっぱり男性が鈴木福君がいます。福さんがティアトルアカデミー劇団ボスです。鈴木福君の妹、まるで僕の悪者みたいになります。懐かしいです、まあ、僕の分身かもしれません。なんか土井君の小さい頃に似てましたけど、鈴木福土井君と僕の中学幼稚園のアルバムを見ると鈴木福君、綺麗に流した。芦田愛菜さん、毎日のように見てます。今年はあれで決まるんですね、芦田愛菜ちゃん。兵庫県の人が活躍してますね。よく考えればあれ震災で本当にあれ、あ、僕はやっと気づいたんですけど、これはもう科学者なら気づいていたと思いますけどね、これは偶然かどうか。あのスパコンっていうのは震災地震をあれですよ、地盤を固める効果があると僕は思うんですが、スパコンの計算が地盤を固める、僕地震をですね防ぐのはスパコンをちょっと作ればいいんじゃないかと思うんですね。この今日のイベントでなんかリニアコライダーを東北の大学で作る、あそこでスパコン、巨大なスパコンを導入してですね地震を起こりにくくするっていうのはどうだろう。あの兵庫にスパコンができましたけど、あれ実は阪神淡路のあれを防止するためじゃないかと思って、災害防御、それを気づいていたとか、これを分かっ、これをあれなんでしょうかね、野より理事長は。あれは、もしかして、なんか、
気づくというか、まあ、科学的に証明されてないですけど、なんとなくそんな感じがするんですよね。あのスパコンというかサーバーというか PC のあれで災害を防止するみたいなのがあるような気がしないでもないです。だからあの兵庫の阪神淡路のところに作ったんじゃないかな。